先ほど気象庁は四国から東海地方にかけての梅雨明けを発表しました夏空をもたらす太平洋高気圧が強まり今後も晴れる日が続くと予想されることから気象庁は近畿地方などご覧の各地の梅雨明けを発表しました平年より10日以上早く近畿では過去3番目に早い梅雨明けとなりました今後は強い日差しとともに35度近い猛暑が続く予想です 梅雨明け直後は特に熱中症になりやすいため注意が必要です。